本日は LJL2017 サマースプリットラウンド3 Day 2の模様をお送りしております。さあレボルさん、ゲーム1デトネーションオカスミの勝利と、一度エンゲージで集団戦負けてしまいましたが、エンゲージされてしまってですね、ミッドセカンドターン前のところでエンゲージされてしまいましたが、それ以外のところは完璧にコントロールしていましたから、フォーカスミの完勝と言える内容だったと思います。ラスカジェスタは、まあ、ワイバン選手がザックを使ってかなりエンゲージ、そしてガンク狙ったんですが、その前のところでフォーカスミ全体が視界のコントロール取り切っていて、仕掛ける隙というのがなかったですし、隙があったとしてもそこをビビット選手がカバーしたりというところで非常にうまく対処されてしまいましたからね。ちょっと表情を見てもデトネーションオカスミは穏やかな表情をしてますね。かなりチーム雰囲気は良さそうなイメージがあります。コミュニケーションのところもしっかりと取れているような感じがしますし、まあ、なんといってもあの視界のコントロール量とてつもなかったですからね。ボットレーンだけでなくトップレーンも取り続けているというようなところで、ラスカジェスターからすると本来であれば、まあ、ワードを気に来るところを捕まえようという動きしたかったとは思うんですが、レーンのコントロールを取られてしまってレーンから離れられない。一方デトネーションフォーカスミサイドはセロス選手や、まあ、ビビット選手というところが先に寄れるような状況を作ってから視界取りに行ってましたからね。フォーカスミの、まあ、準備というところが非常に素晴らしかったですね。まあ、あと最後パズはものすごく悔しがってましたが、よくよく見たらあと1キルでペンタだったんですね。そこをユタポン選手にかっさらわれてしまいましたねさあそれではゲーム2ドラフトスタートしているので見ていきましょう。ブルーサイド選択デトネーションフォーカスミ、レッドサイドラスカルジェスターです。まあ、フォーカスミーは全てラビー選手がターゲット番になるのではという感じがしますね。レッドサイドでもその番をしましたから、ブルーサイドでも、ただ今回の場合ファーストピック取れますから、そこで例えばシンドラをファーストピックするというところは考えられますが、さあガリオ、ザック、バン、ラスカル、ジェスター、デトネーションオカスミ、やはりオレリオン、スル、アニビア、そしてタリアをかなり優先しましたね。そしてラスカジェスト最後の番どうするのか、フォーカスミンがちょっとシンドラを欲しがってるのかなというような番にも思いますが、あ、それはどうしてですか。ここ前回はレッドサイドでソル、シンドラ、アニビアだったんですね。そのシンドラを開けましたからね。ただハイバーンというところでやはりスティール選手の視界のコントロールを警戒しているのかなという感じがしますね。ああ、そしてレボルさんの言ってる通り、なぜ読めたんですか。もう一度説明してもらってもいいですか。レッドサイドでオレリオンソルとシンドラとアニビアだったんですね、はい、レッドサイドで、まあ、かなり、まあ、ミッドレーンのターゲットバンって難しいと思うんですが、そんな中でもターゲットバンをしたというところで、で続き同じことをするんであればブルーサイドでもシンドラバンするはず。ああ、なるほど。なんですがしなかったので、じゃあ欲しがっタリアをのところにシンドラが本当は入ってるはずとは。そうなんですよね。しかしそうではなかったので、まあ、シンドラ欲しがってるのかなという感じですね。なるほど。ただラスカジェスタ今回ワイバーン選手がリーシーンというところをピックできています。序盤から、まあ、彼のガンクというところで動かしていくという動きがこの試合できるかどうかですね。それに対してフォーカスミはそれも分かっていると思いますから、先ほどのように視界のコントロールを取って、ワイバーン選手の動きを封じていくと。さあそうなると視界に長けたチャンピオン、確かにレクサイは視界に長けていますが、そうなんですよね、スレッシュもオープンですからね。ただラスカルデスターは足をかなり優先して取りました。そしてスレッシュロック。おただもうすでにシンドラ見えてますからねまあそうですよね。さらにはサポートも見えていますから、ジャングルエリスというところで決まりのようですね。さあロックイン。そしてここで、まあ、サポートのブラウムを抑えておくのか、それともミッドレーンバーンされる前にピックしておくのかですね。まあ、先ほどバーンされたルブランオープンですからね、今の状況であれば明らかにフォーカスミーのバーン戦略がターゲットミッドレーンターゲットのバーンというところになってますからね、ここは早めに取っておかないとということのようですね。さあこの辺りも柔軟に対応してきますラスカルジェスター。さあその上のバーンフェーズ2、こうなるとミッドレーン確定しているわけですから、変わるのはデトネーションかスミスサイド、あとはラスカルジェスターが何をバーンしていくのか。ピオラを警戒してバーンというところが、まあ、ゲーム1からするとやはりそうですね。さらには懸念ですかね。なるほど、ブルーザー、まあ、スプリットプッシャー系を使わせたくないと。パズ選手をかなり警戒したバーンになるのかなというところが予想されますね。アチャモン選手自身が1対1に長けたスプリットプッシャーではなく、むしろ集団戦に長けたタンクタイプのプレイヤーでもありますからね。
その強さを生かしたいということでのフィオラ番、そしてここは懸念の番になるという予測ですが、タムケンチを番しましたね。ブラウムかなと思ったんですが、お、そしてやはり懸念ですね。さあ懸念番、まあ、聞けば話を聞けば聞くほどだんだんレボルさんが怖くなってくるっていうのは LJL のまあ常なんですけれども、まあ、プレイヤーの特徴を把握してメーターを把握するとできるのではという感じもしますが、いや簡単に言わないでくださいラスト番ブラウム番を予測してますが、あとはトップレーンでグラガスとかですかね。ああ当たりましたねそしてアチャモモは苦笑いです。まあ、ここちょっとサポートをピックしておいた方がいいのかなと。そうですね、やはりブラウムですね。その理由としてはトップレーンでカウンターを取りたいと。さらにはまあスレッシュに対するカウンター、まあ、レーンのところでカウンターにもなりますし、先ほどまあ積極的に仕掛けていく過程の中で、ノア選手とユキ選手の連携非常に良かったですからね。さあブラウムロック、あと残っているのは AD キャリーとトップレーンです。デトネーションフォーカスミーケイトリンではなくトゥイッチとなるとトップレーン序盤から動かしていく、まあジャーバンですかね。あとどうでしょう、シェンもオープンですよ。シェンというところも十分考えられますが、そうなるとパズ選手の一つ強みである1対1の強さ、そして中盤以降の強さというところはちょっと失われてしまうというのか、やはり彼にはアグレッシブなチャンピオンを使ってほしいのかなというのはフォーカスミーのドラフトから伺えますからね。確かに今ジャーバンを見せています。さあジャーバンロック、さらにトゥイッチとジャーバン非常に相性がいいですからね、うん、ハリケーンを持った状態でのトゥイッチのアルティメットをオンにして、AOE ダメージ非常に強力、そこにジャーバンの決戦場が入るともう相手からするとどうしようもないというようなコンビネーションになりますからね。となるとクレッドあたりが一応はカウンターとは言われてますが、アチェモモのプレイヤースキルを考えるとタンキーな。そうですね、本来であればシェンがいいんですがノーチラスにしましたか。支援がなぜ良かったんでしょう。今回ボットレーンのところに対して仕掛けていく動きが予想されます。さらにはルブラン・ラビー選手が積極的に仕掛けていくところに対して、まあ、支援のアルティメットでフォローアップもできるというところで全体的に見て支援が非常にハマってるかなと思ったんですが、トップレーンの安定性を一つ評価してノーチラスにしましたが、ここのところちょっとやはりどうしてもトップレーン受け身になりすぎてしまうのかなという感じが気になるところですね。そうなるとラスカルデスター、ソロトップレーナー以外のこの4名で動かす必要がある。ただ動かせるチャンピオンはラスカルデスター取ってますよね。今回なんといってもワイバン選手がリーシン使えていますからね、やはり彼の動きには注目していきたいですね。彼が序盤でキルを生み出していってラスカルデスターのゲームのテンポを上げていくというところが非常に特徴的なものになってますからね。さあそしてデトネーションフォーカスミーもエリスをピック、まあ、対応しようという動きですが、その前に構成としてはどうなんでしょうね。今回は先ほどと比べるとパワースパイクも早く、そして、まあ、シングルターゲットの CC やバーストが高い構成にフォーカスミーになってますから、まあ、ピックアップ構成、うん、先ほどのように敵のジャングルの視界を取りながら浮いたプレイヤーを積極的に捕まえていく構成なのかなという感じがしますね。それは両チームともそうなっていると思います。アッシュのアロー、そしてルブランの CC、バーストさらにノーチラス、ブラウムといったところもいますから、両チームともに少数戦を非常に得意とした構成になっていると思いますね。そうなった場合少数戦でまあ当然仕掛け合いが行われると思うんですけど、注目すべきポイントってどこなんでしょう。やはりミッドジャングルでどちらが先に主導権を握るか、握った方が敵のジャングルの視界のコントロールやサイドレーンのプレッシャーといったところもつなげられることを考えると、このスティール選手、セロス選手の連携、さらにはワイバーン選手とラビー選手の連携というところが非常に重要になってきますね。ミッドレーンがキルを取るよりもジャングラーが取った方がいいというようなピックになってるんですかね。そうなっているのも十分あると思います。リーシンとエリス序盤から非常にスノーボールできるチャンピオンになってますからね。なるほど。さあ始まりました、デトネーションカスミー VS ラスカルデスターのゲーム2スタートです。さあ少数戦、そしてピックアップ構成ということ、あっビビット笑ってますね。てか全員笑ってましたね、カスミ。ワイバーンちょっとヒヤッとしたんじゃないでしょうかね今のは。いや。ちょっと運が良かったですね、ライツカルジェスターからすると。そうですね。まあただビビットスレッシュ取った時はこういったレベル1でのフックの動きというのは狙いに行けますからね。緊張してるの？リラックスしていいのよ。ああ言われてますね、緊張してるのとスティールから言われてましたね。リラックスしていいんだよとビビット言われてますけれども、
この言葉が通じているかっていうところもねありますが、ここからレッドバフスタートですね。これは予想外ですか？ちょっと意外な感じもしますが、スティール選手が使うエリスもラプターからのスタート十分考えられますが、もしくはバフスタートをするんであればブルーバフからのスタートがちょっと多いような印象もありますけどね。さあ何を意識してるか。さあアチャママはダブルスタート、そしてかなりのハードリーシュ。いやちょっと待ってください、ユタボン選手に入ってしまった。パッシブか、なんてこった。これは痛い、毒ダメージ4でしたね。いやこれは隠さないとまずいですよ。いや隠さないとまずいですが、隠そうにもさすがに。いやただもうステルスインでレベル1からキルを狙うようなことを狙わないとレリック発動した。まだ隠してます、ジャングルのレベルをこれ隠すためです。レベル2。さあ行った行った、このアクシデントを逆に基地と持っていけるのか。フラッシュインフラッシュアウト、当然追撃、フックはボディーブロック行き。さらにトップタイトルのところワイバーン選手が入ってますよ。いやーとんでもないことになったぞ。ただレベル2同士レッドバフを持ってるのはワイバーンですが、ヘルプが早いのはデトネーションオーカスミーサイド。ワイバーン捕まった、フラッシュアウトです。なんとか助けられましたね。いやそしてレッドバフがあるわけですよ。ただレボロさんこれはおっとフックからプレイ、さあ打ち落として入る、かなりのドットダメージが入ります。ただジャングラーではワイバーンが有利なんですが、フラッシュが落ちたというのが大きいでしょうか。さらに今回ブルーバフカディに行っていないんですよね。ああ本当ですね、すぐさま敵のブルーバフ入っていく動きしましたから、狙いとしてはまあラプターレッドバフからのブルーバフというルートに対するカウンターで赤バフ、あラプターレッドバフそしてブルーバフへラッシュというところだったと思うんですが、有利が取れていれば非常に大きかったですね。ただしそんな中でもやはりスティール選手ジャングルかなり苦しそうですね。さあキーストンです。お互いエリーキャリーは立動というかキーストン完全にミラーマッチですね。そうなってますね。ちょっと珍しい、久々に見ました。やはりどちらも少数戦の構成というところで考え方としては似たようなものになってくるのかなという感じもしますが、ただ AD キャリーのパースパイクがラスカジェスターの側の方が早いですが、ただレッドバフを取った影響でレベルのアドバンテージを築いていますよ。ミッドガンク、さあいったここだよから、ちょっとスキルショットは当たっていませんが、それでも大量のダメージ、さらにはフラッシュダウンです。なかなか見ないですね。これピックアップ狙ってますね。狙ってますね。少数戦仕掛けていっているフックからコクン合わせて、さらに逃げるルートにビビット、さあ狙い撃ちでフレイ狙っていました。このビビットの動き、ただしワイバーンデッドはしていません。ラビ選手今回テレポートなのでミッドのファーストタワー大量ミニオンウェーブ溜まっていますがコントロール取れますね。なんとか CS のところロスは少なくするんですね。フォーカスミ全体でスティール選手のジャングルの苦しさといったところをなんとかカバーしますね。むしろ今先ほどのプレッシャーによってかなりワイバーン選手スキル使わされたり体力削られてしまってますから、重要な時間帯序盤のところ10分までのところでかなり行動制限されてしまってますね。アクシデントチーム全体でまあ補ったようなそういった形になってますね。ボットレーンも CS 勝ってますからね。テレポートしました。トップレーンサイドのところにワイバーン選手います。狙いますよねこれ当然。スネアからフックは届かない。ただちょっとパズヒヤッとするシーンでしたね。そうですね、今のところで体力全く減らされずにかわせたというのは大きかったですね。さあまずは序盤の立ち上がり、いろいろな出来事が起こりましたがグローバルゴールドでは差が広がってはいません。キルも起きていない状況。フラッシュダウン、サモナースペルのフラッシュダウンでいうとラビとノアがダウンしています。デトネーションオカスミはフラッシュは全員上がっている状況。
ここから、まあ、やはりワイバン選手の動きをフォーカスミーとしては警戒しながら視界のコントロールを取っていく。さらには一方でラスカジェスターとしては、まあ、もちろんワイバン選手を中心にしつつもノア選手がレベル6になると、さらにラビー選手もレベル6になっているので、この2名を一つ軸としながら小数戦作っていきたいですね。一方でフォーカスミーとしてはビビット選手のロームによるプレッシャーというところでコントロールを取り返せるかどうかですが、先ほどのようなミッドレーンの動きというところを継続的に行っていくとラスカジェスターとしては苦しくなっていくでしょうね。つまりボットレーンをいつ押し上げてそして消えるかと、そういうことになりますね。それよりも先にラスカルジェスターが対応するのか、もう少し今現在レベル5ですからあと1分ほどでレベル6にはなるとは思いますが、レーンのコントロールラスカルジェスター、そういう意味ではボットレーン取りたいですよね。できれば押し込みたいですね。相当これはスティール選手の眼光を警戒してるんでしょうかね。さあワイバーン入りますがバレています、釣っている、カウンター準備 OK。 いやただ予測しています。そしてトップレーンではチャモモが少し苦しそうです。動きました、この動きですね。そうですね。さあ対応しようとしたユキをキャッチングすることには成功している。ブラストコーンをこれは破壊しました、わざとビビットが破壊しています。ノアがカバーに来て逃げることには成功しますが、コントロールワードが破壊されたと。ユキ選手はフラッシュもエグゾーストも使わずに対応しましたが、体力のアドバンテージを取られてしまいましたから、よりまたビビット選手が動きやすいというような状況になってますね。さあ この動きどうやって抑えるのがいいんでしょうかね。やはり、まあ、2体の状況で抑えるのがベストではありますが、それができないのであれば、まあ、テレポート上がった時にラビ選手やアチャモ選手のプレッシャー、さらにはやはりジャングラーのワイバン選手の動きによって、彼ら2人を抑え込んでいくというところが理想になってくると思いますね。まず先手を仕掛けるよりも先にラスカルジェスターはこのボットレーンの2人組を一旦抑える動きというのをワンアクションを挟んでから動かした方がいいと。そうですね、ビビット選手いくないと思った状態で、そしてスレッシュでかなり動き回ってますからね。ミッドレーンで仕掛けたタイミングでカウンターを数的なアドバンテージ作られたまま受けてしまうというところも考えられますからね。まずはボットレーンの彼の動きを抑え込んでいきたいですね。いやサポートを抑え込まなくてはいけないというのはどれだけ圧力があるかというのが証明されていると。ここもデビッドは体を隠してますね。ブルーバフを取った後、そしてちょうどボットサイド側にポジションを取っています。ノア選手のアルティメット上がってますからね、狙いたいところですね。さあブルーバフを渡すことに成功、そのままボットサイドに一旦走ります。ワイバン視界には映ったでしょうか、ラビがコントロールワードに映ったようですね。汝の恐れが我が活力となる。スカトルコントロール、さあバイバンどうする、アイデアが求められますが、クラウドドレイクに触りました、ただ視界はあります。デトネーションフォーカスミー、今ボットサイド側にラビ選手やワイバン選手が寄っているという情報もあったので、フォーカスミーがかなりグッと引きましたよね。そのところで眼観不可能だというところでドラゴンのコントを狙った、そしてここから少数戦狙っていくのだと思いますね。アチャモ選手のテレポートというところが重要になってきますね。さあわざと触って呼び寄せる動きですが、デトネーションフォーカスミーどうするか、パズは対応しているぞ。さあビビットのフックはまだ打たない、今打った誰に当たった、ワイバンに当たった、すぐさまヒーロー切った魂の牢獄、互いにテレポートで介入しています。ラスカルジェスター、これ勇気はたまらずフラッシュアウト、お互いにテレポートはキャンセルです。かなり体力を削られてしまいました。ドラゴンから受けたダメージもありましたからね。ラスカルジェスター狙いってはいたんですが、仕掛けることができませんでしたね。打ちたかったんでしょうけどね、完全に前後分断というのも挟まれるような形で囲まれてましたからね。さあ細かな駆け引きですが、デトネーションフォーカスミーが上回った、そしてクラウドドライブ獲得はデトネーションフォーカスミー。ちょっと面白いのがワイバーン選手がドランブレードを買ってますね。久々に見ましたね、ジャングラーが。おお本当ですね、これ少数戦勝つためのビルドですよね、もう序盤から。そうですね、体力も上がりますからね。実際どうなんですか、強いんですかというよりも、今回の場合だと相手のブルーバフに入って、はい、1周目のところで帰らされてしまいましたよね。はい、やりましたね。そのところでちょっと買うものがなかったのか、それとも、まあ、その時点で
変える一番強い相手も勝ったのかなという感じがしますね。特別序盤寄せるために勝ったという印象よりも、まあ、ゴールドに得たゴールドのところで対応するために、即時的に勝ったようなアイテムにも思いますね。なるほど、ちょっと気づくのが遅れてしまいましたね。そうですね、まさか買うとは思っていなかったのであのロングソードの横丁にあったので。そうですね、ロングソードかと思ってましたねはい。さあただここまで11分50秒ラスカルジェスターは仕掛けたい動きをしましたが一体なされた。もう一度ラスカルジェスターから何か動かすようなアクション。そうですね、特にボットサイドからというところが構成的には合っていると思いますね。そこにアチャンモ選手がテレポートで参加できるかですが、まだテレポート上がっていませんからね。そして一方フォーカスミーとしては先ほどの試合のようにボットサイド側の視界のコントロール取れていますから、とりあえず狙い通り、さらにはユタポン選手のトゥイッチがパースパイクを迎えてから、よりチーム全体としてプレッシャーかけていくという展開が予想されますね。まだデトネーションカスミーとしてはファームを意識すると、おっと決めた。そしてフラッシュキックですね、完璧です。さらにはチェインファーストブラッドはラビー、完璧なワイバーンのスキルショットでした。そしてエンゲージはかわしてからのテレポートでカウンター。ただここのアローはフラッシュで対応したのはユタポンです。ラビー選手はテレポートなのでそこまで大きなロスといったところはないですね。ミッドレーンでファーストブラッド取ってからですからね。よく見てましたね。いやここのところコントロールワードにダブルでブリンク入ったんですね。リバーのところにワードを置いていてトップサイドのブーシュにポジション取れる形ではないだろうと。あーなるほど、いう位置でセロス選手がトップサイドからのガンクに警戒していなかったところしっかりと見逃さずに仕掛けていきましたね。さあこれで一つ先手を取りました。さらにはユタポンのフラッシュがダウンしてますから、ラスカルジェスターとしてはもう一度ボットサイドですよね。そうなりますね。ただここはシールド、魂の牢獄、強引に行ったが氷河の劣化が当然あります。イグナイトがただし入っている。さらにはこれはキャッハーアルティメットで貫通していますが、フラッシュアウトはノア、ヒールを持っていますが、ユキのライフが低いぞ。あーっとヒールは間に合わなかったというよりも使用していません。さらにはパズがテレポート、決戦場から逃さない動き、ただしアチモンも対応しています。さらにはラビまでここに寄っている、人数差がある。さらにはスネア、スネアでパズはずっと動けない。ダブルキルはラビー、キルでは2-3トレード、勝ったのはラスカルジェスターです。オブジェクトに対してはフォーカスミートップサイドのところスティール選手がプレッシャーかけています。赤バフもあります、エリスですから、かなりタワーの体力は削れると思います。ラスカルジェスターはちょっとオブジェクトに対してプレッシャーかけることはできませんが、大きなゴールドのアドバンテージというよりも重要なプレイヤーであるラビ選手にゴールドが集まったというのは大きいですね。これで3キル目ですからね。いや入りますよ、またうわーバードブリンクから竜の怒りは、いやフラッシュアウトです。チェインが決まるか、アローが来ている、とんでもない距離からのアロー、動けない。ノアのスナイパーショットが決まって、最後のラストキルはワイバーンインヒビタータワーから打ちましたよすっごい距離でしたね。ランタンでエンゲージショットしましたが、ここは逃げています、ラスカルジェスター。これも15分前にラビ選手、ガントレット完成しますね。完成する、すると思いますが、どうでしょうね。いや、また仕掛けましたさあ、ボットレーン、ただここは縦があるか、いや、ビビットがものすごい速さでフックを狙っていますが、避けている。ただそれでもユキにちょっととんでもないダメージが、ルインドキングブレード完成してますね。ここからフォーカスミーとしてはユタポン選手を中心に取り返していきたいですね。ラスカルジェスターとしてはこのトゥイッチに対してブラハムというのがカウンターピックになり得るんですが、ちょっと今のところを見ると苦しそうですね。中段戦のところでユタポン選手がアルティメットを使った的確にユキ選手としてはシールドを展開して、ユタポン選手がダメージを出す量をしっかりとカットしていきたいところですね。アルティメットの貫通がなくなるんですよね、シールドで。そうなんですよね、ブラウムのシールドの後方に対してオーダーアタックが貫通しなくなりますから、トゥイッチの一つ強みである AOE ダメージというところを大幅に減らすことができますね。さあそしてブルーバフのトレード、ここはワイバーンがスマイトで抑えていきました。そしてボットレーン、アルティメット上がっている。先ほどのような素晴らしいアルティメットは当てることができるかな。はスティール選手がボットサイドによってドラゴンのコントロールもやってますかね。先ほどのリプレイですね、
この位置ですからね。いや、お見事。お見事ですね。おっと、そしてリプレイから帰ってきたらトップサイド、これは仕掛けているのはパズ、そしてセロスが寄ってきていますが、ここにテレポートラビチェインで狙っていくのはセロス、ものすごいダメージだ。さあ魔力の本領を打ちましたが、それでもラビのキル、そして 2v1 の状況下、アチョモはギリギリ単行しています。そしてパズはキルを拾おうとしましたが、ここにスティールまで寄っていた。さあその間にこれラスカルジェスタードラゴンを触っています。さあ11のトレード、ラビ行くのか、行くのか、フラッシュ、いやーダメージが取らなかった、届かなかった。そしてスティールキル回収成功、21のトレード。今回パズ選手が対面アチャモ選手魔法ダメージを出してくるノーチラスというところで、多分ですがルーンマスタリのところで魔法ダメージをカットする魔法防御のルーンを積んでいたのだと思います。ですからちょっとダメージの計算がラビー選手合わなかったというところでしたね。あ、本当であればもう少しダメージが入っていたと。そうですね、対面が例えば、まあ、レネクトンのようなチャンピオンであればまた違った形になっていたと思いますね。なるほど。さあそしてドラゴンの後 Y1 捕まっていましたが、逆にエンゲージか、ノアがちょっと遠いが、どうやって合流するんだ。ノアアローからイグゾーストかかっているが、フラッシュインしないと殴れない位置。そしてノアはフラッシュがない。ただし Y1 がダメージを出してしっかり倒しきります。ちょっとこれ少数戦の構成同士なので、互いに仕掛け合いというのが頻繁に行われますよね。そんな中でちょっとワイバーン選手のやはり影響力というのが非常に大きいですね。そして見てください、レボルさん、なんとですね、ユキが靴を2つ履いてます。1つはスイフトネスブーツ、おっと、そしてすごいダメージ、ここはバリアを使用しました。セロス、やはりガンブレードが完成してからのルブラン非常に強力ですね。この後のサステインも持ってますからね。売りましたね。あ、売りましたね。ちょっとゴールドのロスサポートからするともったいないですね。まあただですね、ゴールドあまり稼げないロールですからね。ここからは、まあ、やはりこの少数戦でどちらが先に先手を取るか、さらには一方でフォーカスミン集団戦も非常に強力な構成でもあるんですよね。特にパズ選手とイタポン選手のコンビネーションというところから先手を持って仕掛けていくというところが重要ですね。一方ラスカルジェスタの方がよりシングルターゲットのダメージ CC に特化している部分がありますから、このまま少数戦を作り続けていきたいですね。さあその少数戦、ラビがワードに移りました。すでにイタポン選手は殺傷を買いましたね。ここからはよりラスカイジェスターとしては狙っていく対象をしっかりと選定して いかなければなりませんが、ミッド狙ってますね。さあ狙ってますが、ワイバーもカバーに来ているパズのダイブがあるのか。さあセロスどうする。一度ラビは強気に前に出て、そこにスクリーンショット当てていきますが、ラビのダメージがちょっととんでもない。そしてリフトヘラルドが来ます。タワー破壊されますか。いやーすごいダメージだが、タワーは守れる、守れますね。いやー66 ほぼほぼファーストタワー取れたようなものになってますね。デトネーションフォーカスミ、あとはミニオンウェーブ一度二度押すだけでも破壊できるというような状況ですね。トップタワーで一応ファーストタワー取れてますね、デトネーションフォーカスミ。先ほどの、まあ、トップレーン勝ったところに対してスティル選手とパズ選手がタワー支持してましたからね。ただこのミッドタワー取れると大きいですよね。大きいですね。よりジャングルへのコントロールプレッシャーといったところ高まりますからね。ラスカルジェスターはここまで確かにキルは拾えてはいます。ただタワーにつながってはいません。ドラゴン一つだけですからね。やはりミッドレーンのところでかなりラビー選手がスノーボールしてますから、まあ、彼を生かしてミッドのファーストを取りに行くというような動きも見せていきたいですね。ただこれだけ削れていると簡単に取れる、壊れてしまうわけですから、タワーが。ラビ選手からするとサイドレーンに動くというのがかなり難しい状況になってますよね。ポジショニングもちょっと無理して守るようなポジショニングをしますよね。これああミニオンのオートアタックで壊れるんじゃないか。4 62削られましたね。もう次のウェーブで破壊されてしまいますね。そしてボットタワー、これで2本目です。デトネーションフォーカスミ
さらにはブルーバフを投げ飛ばしてのスティール成功。そしてこれで確実に折れます。レッドチームのタワーが破壊されました。さあこれでタワー3本獲得、デトネーションフォーカスミーです。一気にグローバルゴールド差が広がります。約3000ゴールド差。ここからそしてまあイトポン選手がトゥイッチパースパイクを迎えていますから、彼を中心に作っていくと、一方のラクサジェスターは何とかしてまずはオブジェクトを取りに行かないとというところですね。パズがですね、レボルさん21分で 214CS です。あの個人ゴールド一番持ってました。相当トップレーンのところ、彼今までで一度もトップレーン負けたことがありません、はい、負けたことがない、はい、CS もしくは、まあ、ゴールドですか、ゴールドと経験値常にプラスですね。10分の時点で連戦終わった後全てのレーンで勝ってるの確か彼だけだったと思いますね。それほどまでにレーニングが強いプレイヤーであると、そう言えると思いますね。それはとんでもないですね。そして今回アチャモモ選手は騎士の誓いに、そうなんですよね。さあこれはスクライアーブルームで Y バーンの位置が見えています。セロスのスタンはいや避けようとしましたが、ここは当たっています。ものすごい速度でユタポンが来ていますが、しかしワードで把握できてますね。この位置のワードで見えてましたね、ステルスする過程を。ただそれでもものすごいダメージ。ラスカルジェスターからするとアチャモモ選手のテレポートが上がるまでは集団戦ちょっと仕掛けに行くことができないですが、彼がどうしても連抑え込まれてしまっている状況が続いてますからね。となるとテレポートで参加するしかないわけですが、そのテレポートがクールダウンですからね。それが分かっているからでしょうからね。オーシャンドレイクに迷いなく触り、オーシャンドレイク獲得はデトネーションを霞み、ネクストはクラウドドレイクです。そして次は、まあ、23分過ぎています、まあ、バロンというところが両チームにとって狙っていくオブジェクトになるでしょうね。ただこの構成でバロンを取るというのはなかなかまた難しいですよね。ですからバロン周辺でのベイト、集団戦、少数戦というところは重要になってくると思いますね。まあ、確実に少数戦が起きるようなそういうイメージが湧きますが、この動きワイバン選手把握されてしまってますね。ワードによってトップレーンに現れるというところがバレてしまってますね。トライブッシュにワードがあったのでバレていました。ただ警戒しています。ノアもトップサイド、ちょっとアチャモモが何もできていないというような時間が続いています。視界のコントロールで完全にフォーカスミーが勝っていますから、ラスカルデスターが仕掛けようとはしてるんですが、かなりいなされてしまってますね。ここも本来であれば例えばワイバン選手が、おっと、さあフレイランタン外してからのフックですが、ラビは反応。まだ赤トリンケットにしてないんですよね、ワイバン選手。ああ本当ですね。なので相手のワードを消せていないというところが気にかかりますね。そしてパズまで赤トリンケットですよ。ほう、トップレーナーは黄色トリンケットにするのままということが多いんですけどね。さあアロー、うん、ここ当たっていません。視界がありましたかね、デトネーションフォーカスに見えていました。そしてミッドのセカンド、おっと、ラビがちょっと面白い動きでしたが、すぐさま下がっています。アチャモン選手がテレポートするにはちょうどいいワードがレーンワード、ミッドレーンとかにあるんですよね。狙ってますかね。ただもうすぐ切れますね。いや切れましたね。ただラビがスキルショット打てばユタポンの体力5割ほど削れますから、このプレッシャーで一旦下がらせることには成功しましたから、スカルジェスター。ここでサイドレーンのコントロールを取り返して押し込んで自陣に置いてあるワードというところを消していきたいところですが、消すための手段であるスクライアブルームも今ビビット選手がしっかりと潰していきましたからね。となるとコントロールワードもしくは赤トリンケット1枚ですからね。今もうここでユキ選手が全て視界のコントロール、相手のワードを消すというところになっているような状況ですから、もう少しやはりでワードに参加する、ワードを消す作業に参加するプレイヤーを増やしていきたいですね。ただリーシンであれば黄色にしておきたいというのも、まあ、分かりますが、であればコントロールワード買うべきですよね。ここも買ってないですからね、まあ、そうですよね、まあ、もしくはラビが赤取りにしてバランスを取るだとかですよね。
ずっとこのラプターの位置、そしてレッドバフの奥のブッシュのワード、コントロールワードというところずっと置かれてますからね。ここだけでなく、今ラビ選手が破壊したあのコントロールワード、あノーマルワードといったところも常に維持されてしまってますから、ラスカルジェスは仕掛けたいんですが、こういった視界のコントロールによって仕掛けられないと。フォーカスミットとしてはこの視界のコントロールを維持して、相手が安易に、まあ、分散したのであれば仕掛けていく、もしくはスニークバロンしていくというところで、非常に正確な判断が可能な状況になってますね。ただここは非常にこう、なんて言うんでしょう、注意を払ってプレーしなくてはいけないポイントではありますよね。そうですね、一つミスってしまうと、特にラビー選手が相当スノーボールしてますから、ああ強引に壊しに行きましたね。ただすぐさま置くとミッドレーン、ラビのチェーンは当たっていません。 Y バーンの Q も当たっていない。ユタポンにフォーカスをしました。コクーンから、ただここはビビットフックがクールダウン。さあ互いに睨み合いの状況が続きます。今のでミッドレーンのところフォーカスミンいなしたことによって、トップのプレッシャーといったところウェーブコントロールできてますね。あろーとスティールは反応です。ただ雲の糸落ちる場所がありません。一気にフォーカスですが、ランターン、いやービビットとスティールのラインです。ゲーム1でもそうでしたが、ビビット選手のランタンが光りますね。いやラスカルジェスターからすれば厄介な存在、そうですよね。タワー下ですよ。アチャモモがちょっと耐えられない。決戦場から、いやただ爆雷発射、タワーダメージ、さらにはフックですが、シールド量もとてつもないぞ。お互い痛み分け、あーっと、そしてリコール中、ユタポン選手のカモフラージュの視界によって分かってましたね。コクンからノアがダウン、そして来るキル回収が欲しい。ガンクルートですよ、ジャングラーのタワーダイブしますよね、これは。さあフラッシュダウン、テレポートしましたね。いや浮いてますよ、ユタポン選手は。おっと、タワーダメージ、タワーダメージ、タワーダメージ、ランタンは、ランタンはクールダウンか。今乗ろうとしましたがクールダウンでした。ただデッドはしていません。アチャモ選手がテレポートしましたね。エンゲージですよ。さあ囲めるか。いやただスティールがカバーしています。どうする、セロスが孤立。いやただスキルショット避けてランタン、またランタン、いやワイバーンの Q をサイドステップでセロスは避けました。当たれない、ラスカルジェスター、当たりたいのに当たれない。ビビット選手が本当に光りますね。ディスエンゲージの要と言ってもいいでしょうね。ターゲットバンした方がいいのでは。ただレッドサイド、今回ラスカルジェスターレッドサイドで、はい、ガリオザック、アイバーンなんですよね。ガリオとザックをバンしなければならない。さらにはそのスティール選手の今までの動きを見ると、味方と連携してガンクではなく敵のジャングルの視界を取りに行くであったり、かなりコントロール系のプレイヤーなんですよね。そのプレイヤーに対してアイバーンを渡すというのは確かにリスクが高いですから、ちょっとバンが難しいですよね。取り上げるしかないような、そういう印象がありますね。さあゲーム時間が30分を経過しようとしています。グローバルゴールドでは4600ゴールド、いや800ゴールド、デトネーションカスミがアドバンテージを握っています。さあラビのエンゲージからクリスタルアローはフラッシュで対応したのはセロス、タワー下です。さあこの後の反転が大事か。スティールのコクーンからフックを連動させての CC チェインです。さあユキが捕まったがフラッシュがありました。さらにはセロスのもう一度スタン、ここにユタポンが回収、さらにはパズがノアをゾーリングしてそのままラビにエンゲージ、完全にキャリーに何もさせない。そのままダブルキルはユタポン、3キル獲得はデトネーションオーカスミーです。ミニオンによってワイバーン選手が Q 打てなかったというところが大きく影響しましたね。あそこでセロス選手を倒していれば、あそこで数的なアドバンテージを作れて5対4の状況で逆襲もしくは相手にエンゲージさせないというところができたと思うんですが、うまくセロス選手が回答しきったことによってカウンターエンゲージがフォーカスミー可能になりましたね。いやそしてバロン獲得&タワーまでつなげます。ちょっとパズの動きにもよってノア全くダメージ出せませんでしたよね。出せませんでしたね。ここで
ミニオンが来てしまったのでワイパー選手Q打てなかったんですよね。あーなるほど。なのでそのバーストで落とすことができなかったとなると、あとかなりスキルを使って今の少数戦エンゲージ仕掛けましたから、反転するためのアルティメットといったところはスカイジェスト残っていませんでしたね。ブルーチームのダブルキル。いやー捕まえることができない、あと一歩何かが足りない。そうですね、ここの3つ4つの少数戦集団戦すべてギリギリのところでデトネーションフォーカスミニにかわされてしまってますね。なんて言うでしょう、こういった試合多い印象ありますよね。そうなんですね、少数戦勝ってもオブジェクトに繋がらない、もしくはこういったところ演技しきれないわけですが、ただ当たった、フラッシュはありません、フラッシュありません。さらには国軍、ただランタン爆雷発射で捕まえた、オールインだ。 5V3 の状況か、まずはワイバーンが1キル拾っています。さらにはいやーただユタポンだ、さらにはこの決戦場、そしてスティルは生き残っている。いやラスカルジェスターなんとかしてダメージは出したいんですが、もうキャリーはいません。ノアはダウンしている、トリプルキルはユタポン、さらにはパズがノックアップからラビアブリンク、そしてワイバーンもブリンクして逃れようとしますが追撃が足が速い、レッドバフがある、 1V1 になった 1V1、 いやー最後はユタポンのダメージが上回ります。そしてラビチェイントブラストコーンで、いやブラストコーン破壊しなかった、追撃はできますが、それを見て幻影、いやただ戻ってくる、その間にインヒビタータワーを狙っていますが、もう一度ラビがレッドチームうまくいらそうとはしています。マナもありますからなんとか視界は取れましたが、かわせそうですか。ただその間にインヒビター獲得はデトネーションフォーカスミ、いやただまだチェイスしていますよ。チームのインヒビターが破壊されました。いやートラントエクセキューテッド。かなりパズ選手悔しそうにしてましたねあそこまで追いかけてコストかけましたから全くリターンが得られなかったというのは悔しいでしょうね。やはりトゥイッチがユタポン選手がダメージを出す状況になるとひっくり返しますね。これ以上ないラスカージェスターエンゲージだったわけですが、そうですよね。さあそしてインヒビタータワーラビがデッド中ですが、エンゲージしに行ったアローからの爆雷発射、ユタポンをノックアップです。さあユタポンにフォーカスを浴びせているのはラスカルデスター、スタンの状況がただしフラッシュアウト、さらにはヒール、さらにでも氷河の烈光でユタポンを落としたい。さあ落としきることには成功しましたが、ノアもダウン、そしてパズが来た、パズが来た、パズが来た、いやーフック先に自分がブリンクしてボディーブロックだ。3キル獲得、デトネーションフォーカスミ、ワイバン選手が入れていればすぐさまユタポン選手を倒せていて、まだ体力のアドバンテージといったところを作り出せたかもしれないんですが、そこを実はセロ選手がずっと抑えていたんですよね。ああなるほど、画面に映ってないいいプレーをしていたと。そうですね、ゾーニングされていたのはワイバン。さあユタポンはデッドしています。そしてラビは仕掛けだそうにしてはいますが、ここもビビットがきっちりカバーしています。さあ Y 番の Q に合わせてセロスロスターン、スキルを当てることができません。そのまま魔力の本流でゲーム2、勝利したのはデトネーションフォーカスミートになりました。見事な勝利でしたね。ラスカージェスター狙い通り少数戦序盤から仕掛けていくというところを成功させていたんですが、途中からビビット選手を中心にしっかりとカイトスキル、相手の仕掛けに対して反応して、そして相手がスキル使い終わった後にカウンターエンゲージをするというところを徹底してフォーカスミーが試合のコントロールを取り切っていきましたね。あと印象的だったのがデザネーションフォーカスミー、本日は表情が豊かですね。そうですね、特にパズ選手がビビットもただここまで笑ってるのって、はい、そのゲーム2入って最初Q外したじゃないですか、はい、あそこで全員がかなりなんかにこやかに、表情を見せていたというのが印象的でしたね。そうですよね。そしてゲーム内容でも非常に素晴らしかったと。さらにはこうマップのコントロールというところが本当に素晴らしかったですね。特にジャングルのスティール選手とさらにはビビット選手の連携、そこに、まあ、セロ選手ももちろんレーンのコントロールのところで参加しながら常に敵のジャングルの視界を取るというところを徹底してましたからね。そしてラスカルジェスターも素晴らしい試合展開を見せてくれましたが、やはり気になるのがワイバーン選手が
序盤から特にレベル3から動けるジャングラーの時はかなり強い、もう本当にゲームを荒らしまくるような展開なんですが、一方で彼がファーム系のジャングラーを取らされてしまうとちょっと苦しいというところのギャップを、まあ、埋めていく必要性があるのかなというのもなんかこの試合では感じられましたが、そこを埋めるとなるとかなり強いチームがまた誕生するのかなというところで、まあ、期待も十分ありますよね。選択肢の幅を広げるということですよね。さあそしてレボルさん、プレイオブザマッチ難しいですね。まあ、レーンのところで安定していたパズ選手というのもありますが、やはりあのラスカルジェスターのエンゲージを常にかわし続けていた起点となっていたのはビビット選手だと思うので、僕はビビット選手を挙げたいですね。相手さんはどうですか？そうですね、ビビット挙げたいなと思って どっち行くかなって若干思ってたんですけど、じゃあビビットなんで、そして僕はパズをじゃあ挙げさせていただきたいなと思いますね。レーン全部勝った出ますからね。そしてあの要所要所で相手のキャリーを潰しているというのがかなりポイントとしては高いかなと。特に、まあ、もちろんフィオラを使った時のパフォーマンスも素晴らしいですし、今回は常にサイドレーンのコントロールジャーマンを使って取っていて、アチャモモ選手が先にテレポートするというような状況を作らせなかったというのも大きかったですよね。あとはやっぱりね、ペンタを取られたっていうのは聞きたいです、正直すごい表情というか、はい、アクションしてましたからね。あとはあの最後のエクセキューテッドもキル取れなかったと悔しいシーンが続いているっていう、ま、どうなんでしょうね、プレーオブザマッチはちょっとかけ離れるかもしれないんですけどただビビットは確かにあると思いますね。今回すごかったね、とんでもないですよね。ランタンランタンランタンですから、ここはどのリプレイでしょうかね。あ、バロンの前のところでのエンゲージですね。あ、なるほど。いやこれ理想の展開だったと思うんですよ。セロス選手に CC 当ててすぐさま倒して彼にダメージを出させずに、アルティメットを使わせてすらいないですからね。ただしユタポン選手の位置取りがいい。これパズとの連携完璧じゃないですか。完璧ですね。さらにはやはりルートを見るとトップサイドからトップのファームをしていて、あのラプターのところの集団戦に参加したわけですが、そこまでのルートのところに対して全くラスカルジェスター側のワードがないので、ユタポン選手がいつ集団戦に参加するのかというところの把握も全くできていない状況でしたね。あとはビビットプレイオブザマッチ上げてましたけれども、フォーマンスね、あ、フォーマンフレイを集めましたね。4人ノックアップ、まあ、かなりこうキャリーに全体的に飛び込んでいく構成ですから、一度まあそこでコントロールできるというところでキャリーの生存時間伸ばせますし、さらにはユタポン選手が集団戦に参加する時間を稼げたというところも非常に大きかったですね。いや、あれで勝てないのはなぜなんだっていうのが、やはり今回かなり、はい、セロス選手を狙ったエンゲージをラスカルジェスターは行っていましたが、狙うべき対象は彼ではなくトゥイッチを使うユタポン選手だったのかなと。特に集団戦のフェーズではトゥイッチのダメージは本当に大きなものになりますから、彼を真っ先に倒してからではないとちょっと苦しいというところで気づいて、最後の集団戦のところ彼を真っ先狙ったんですが、かなり時間かかってしまったというところが大きかったですかね。まあ、ただその前のあのアローはね、フラッシュないの分かってましたから、まあ、狙うべきタイミングすぐさま倒して、あとはここから集団戦のところを取り切ろうというところで、ユタポン選手の位置が分かっていなかったというところが大きかったですかね。さあ、まあ非常に難しいプレイヤーオブザマッチですけれども、来ました、誰でしょう、ビビット。かわし続けましたからね。いや、もうそうだと思います。ザックのエンゲージをかわし続け、はい、そして先ほどは味方のキャリーを守りながらというところで、本当にスレッシュを使った見事な、彼がスレッシュを使った時はアグレッシブなプレーが印象的でしたが、今回はかなりディフェンシブなプレーでチームに貢献していましたからね。まあ、あとは開幕ゲーム2のフックを外してチーム全体で笑ったっていうのも個人的には聞きたいですけどねどういう、まあ、話をしたのかとちょっと聞いてみたいですからね。さあ、それでは勝利したデトネーションホカスミよりビビット選手のインタビューの準備整ったということですので、インタビュアーのカツリオさん、お願いいたします。はい、それではデトネーションフォーカスミのビート選手インタビューを行っていきたいと思います。さあ、それではまずはプレイヤーオブザマッチ勝利しました、今のお気持ち聞かせてください。일단저라고생각별로안했는데일단주셔서감사합니다今日は自分だとは思っていなかったんですけれども、こうしていただくことができて、あの本当に感謝しています。ちなみに誰だと思ってたんですかね。パズナ、アニメステ、
둘 중에 한 명일까 생각했어요. 둘이 일단 게임도 잘 만들어줬고 그래서 걔네 둘이라 생각했어요. パズかスティールのどちらかだと思ってました。あの2人がゲームを作ってくれましたので。あ、いやでもただビビットさんのスレッシュは今日本当に素晴らしかったですよ。そしてそのスレッシュの話をぜひ聞きたいなと今日思っているんですけれども、まあ、今日特にですね、まあ、ランタンが非常に素晴らしかったと思うんですが、あのランタンっていうスキルは味方の動きも読まなければならないし敵の動きも読まなければならないと思うんですけれども、あれってコツとかってあったりするんですかね。일단 팀원들한테제가이제랜턴을이쪽으로던져줄테니까이쪽으로와라이렇게말을하거나아니면은이제상대일단1경기같은경우에는자크가점프뛸때이제자크점프뛸때랜턴을한번살려주면은자크의이제그강한모습이조금사라지니까그렇게계속말을했어요랜턴좀생각하면서게임해달라고まあ、チームメイトに対して使うときにはあのこっち側に投げるのであのこっちに来てくれとかそういう形であの指示を出しますね。で、1ゲーム目のときはそのジャンプあ、ごめんなさいザックが、ジャンプしたときにあの、まあ、その強さを生かすために、使いました。あなるほど、まあ、そしてその今回、まあ、スレッシュを使って、まあ、そして夏からというべきでしょうかユタポン選手との、まあ、新しいボットということなんですけれども2人のコンビっていうのはどうなんでしょうか。こういうメンチでユタポンにウォンデュルが바뀌고나서부터처음부터그냥계속승률이좋았어요바텀에서거의안졌고일단이기는조합에는무조건이겼고반반가는조합에서는최소무조건반반은갔던것같고거의안졌어요그리고유타폰이원딜로바뀌고나서스크림승률도한 70% 정도는무조건나왔어요そうですね유타폰가ADC になってから勝率がとにかくすごく、よくなってるんですね。で勝てるこちら勝てる構成の時はもちろん勝てますし、まあ、イーブンの構成だったとしても、結構勝ってるということでスクリームの勝率も、ユタポン選手が変わってから 70% ぐらいになってます。非常に調子がいいということなんですね。あともうお一人ジャングルのスティール選手、ここジャングラーというのもサポートとのその連携が非常に深いところだと思うんですけれども、この2人の連携っていうのはどうですか。ジャングルとサポートはプロ選手の基本적으로깔고가는ベースラネンというゲームの개념이있는데그런개념이スティール여태까지프로게임을해왔고저도여태까지프로게임을해왔고해서이렇게처음부터그냥잘됐던것같아요그렇게막어렵지않았던것같아요잘됐어요처음부터그래서승률이좋았던것같아요そうですね、まあ、ジャングルもサポートも一緒にまあ動くことは多いんですけども、まあ、基本的なゲームの知識っていうのがやっぱりあって僕もプロゲーマーでし彼もプロゲーマーとしてやってきているので、最初からもうすごく一気はあっていましたね。それでそういうこともあってやっぱり勝率も上がってると思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。それでは、そうですね、最後の質問の前にですね、せっかくですから、今日ビビットさんの口からも出たパズ選手ですね、まあ、特に今日ゲーム1最後ペンタを逃すようなシーンがあって、まあ、大騒ぎしてるんだろうという様子は見えたんですけれども、あの時どんな話してたのかよかったら教えてもらってもいいですか。그이제그문구에코드라키를떴을때어이거펜타다이랬는데유타폰이그게잡고나서아미안해이렇게말했는데파즈가아막이랬어요내펜타막이러면서그냥그런그정도얘기만했던것같아요ゲームのやってる最中に表示が出てくるところがあると思うんですけれども、それを見てあこれはペンタいけるんじゃないかっていうような話をしてたんですけども、ユタポンがまあ取ってしまいましてでその時にユタポンがまあごめんということで言ったんですけど、パズが俺のペンタがっていう感じでちょっと暴れてましたね。なるほど、ありがとうございます。それでは最後にですね、ファンの皆さんに向かってコメントをよろしくお願いします。自分がいいかよ。今季は優勝できると思いますけど、優勝できるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。デトネーションフォーカス2からビート選手のインタビューでした。それでは実況席にお返しいたします。カツレオさん、ありがとうございました。ビビット、日本語の勉強の成果出てきているようです。
まさか最後日本語でコメントしてくれるとはちょっとファンからすると非常に嬉しいのかなという感じもしますね。ただそのスレッシュ、ま、彼は自分だと思わなかったようですが、ただゲームの流れを見ると彼が本当にかわし続けたというのが非常に大きかったと思いますし、さらにそれだけでなく視界のコントロール、スティール選手の連携というのも途中インタビューで答えていましたが、徹底的に視界取ってましたからね、うん、本当にゲームメイク、スティール選手だけでなくビビット選手も行っていたのかなというのを感じますね。いやそしてペンタはねごめんとごめんと俺のペンタかという会話を取っていれば今季初でしたからね。そうですね、まだサマースプリットペンタキルは、ないということですからね。まあそのペンタキルいつ生まれるのかというのも楽しみにしていきたいところです。さて以上をもちまして LJL2017 サマースプリットラウンド3が終了いたしました。本日の結果はこのようになりました。ラウンド3マッチ2アンソールドスタッフゲーミング VS バーニングコアはアンソールドスタッフゲーミングの勝利。マッチ3ラスカルジェスター VS デトネーションフォーカスミーはデトネーションフォーカスミーの勝利となりました。次回LJL2017 サマースプリットラウンド4デイ1マッチ1デトネーションフォーカスミー VS バーニングコア、こちらの試合の模様は来週6月23日、金曜日20時よりお送りいたします。デトネーションフォーカスミーとしてはこのままいい流れを続けて、勝利をしていくとゲームの内容も非常にいいですからね。一方のバーニングコア今日の2試合目非常に良かったというところを考えると、まあ、赤石選手をトップレーンで使うのかそれともどうするのかというところ気になる部分でありますが、ああいった積極的に仕掛けていく構成、さらにはそこで息を合わせてエンゲージというところが徹底できるとまたチームとして一つ進化していくのかというところでフォーカスミー戦でそれができるのかどうか非常に楽しみにしていきたいと思いますね。さあそれではぜひ次回の放送もどうぞお見逃しなく。それでは本日実況私アイツと解説はレボルがお送りいたしました。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。カウンターをしたいラスカルジェスター囲っていますが、ぶっ飛びスライムからさあタカが飛んできて視界を確保、そこにアローまで来る、ノックアップからのスター、さらにはスライムパンチ2人捕まえていますがビビットもきっちりフックで捕まえている。さあそこにラビが入りましたがゼロスロスリーマンショックウェーブ、さあこれでラスカルジェスター下がらざるを得ないか。さあただそれでもラビが1キルは獲得しました。最後はイグナイトです。さあもう一度これはレッツバウンスを使用しましたがパッシブ発動、ユタポンの寄りの方が早かったか。チャージしている。さあぶっ飛びスライム入りましたが、いやバンシーがあります。ただスライムパンチからのレッツバウンス、2人飛ばしてからのさあ CC チェイン、ラビが暴れるがショックウェーブスリーマン、セロスも返していますがそれでもラビが止まらない。さあ敵を倒すかアシストをすればスキルのクールダウンが上がります。フラッシングからのボディスラム届かないがスローが入る、スローが入ればラビが追撃できますが、さあその間にバズがバックライン、バズがバックライン、グランドチャレンジ発動、どうする、壁で壁でこれは殴れない、急所は殴れない、バズは一旦下がります。ノアがナイスプレー、その間にシャットダウン、さらにラビが暴れてラストが起きる、獲得はラスカルジェスター、最後もラビが決めてダブルキル、エース獲得はラスカルジェスターです。さあブリザードスティールでこれはスローを狙ったかのような動きです。さあもう一度ぶっ飛ばしセロスにフォーカスを浴びせてここからのデスローを出す、ただしセロスはデッドしていません。さらにはビビットがカバー、さらにはユタポンのキルにつながってランタンからの回収からノアまで持っていく、さらにはネクサスターを1本折り、いやユキがここで合流しますが、そしたらマイバーンはデッドしているという状況です。まだデトネーションオーカスミーノーデッド。さあネクサスターを2本、そしてもう一度パズ、マナがあまりないんですがとんでもないダメージが出ている、全て急所を取ってトリプルキル、そのままクワドラキルはバズ、いや入りますよ、またうわバードブリンクから竜の怒りは、いやフラッシュアウトです。チェインが決まるか、アローが来ている、とんでもない距離からのアロー、動けない、演技しきれないわけですか。ただ当たったフラッシュはありません、フラッシュありません。さらにはコクン、ただランタンバックライン発射で捕まえた、オールインだ、 5V3 の状況か。まずはワイバーンが1キル拾っています。さらにはいやただユタポンだ、さらにはこれ決戦場、そしてスティルは生き残っている、いやラスカルジェスターなんとかしてダメージは出したいんですが、もうキャリーはいません、ノアはダウンしている、トリプルキルはユタポン、さらにはパズがノックアップから、ラビはデッド中ですがエンゲージしに行った、アローからのバックライン発射、ユタポンもノックアップです。さあユタポンにフォーカスを浴びせているのはラスカルジェスター、スタンの状況がただしフラッシュアウト、さらにはヒール、さらでも氷河の烈光でユタポンを落としたい。さあ落としきることには成功しましたがノアもダウン、そしてパズが来た、パズが来た、パズが来た、いやフック先に自分がブリンクしてボディーブロックだ。さあユタポンはデッドしています、そしてラビは仕掛けだそうにしてはいますが、ここもビビットがきっちりカバーしています。
さあ Y 番の Q に合わせてセロスのスタン、スキルを当てることができません。そのまま魔力の本流でゲーム2勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。